そうだ、辰巳幹事ってやつ、前に話したろ。実は実家の染め物屋から、一応お前と同じ高校だし。ああ、それとな、実は最近お前があの染め物屋に来てるのを見たってやつがいるんだ。学生が立ち寄るような。友だ。ああ、例の天城由紀子か。ただ危ないことに関わる。